皆さんこんにちは。沖縄電子少女さやの熱帯爆発毒電波始まりました。イエーイ。第1回目ですね。はい、1回目です。はい、この番組は私とプロデューサーでちょっとはちゃめちゃなトークをしようとです。はい、はい、ティンシーのラジオが、前回で最終回を迎えまして、はい、今日4月の12日今日から、毎週木曜日、10時半から、夜中の電波に乗せて、沖縄を毒の電波でビリビリ、感電させようと思っております。はい、なるへそ。はい、それで、月に1回公開生放送をやりまして、これはあのー、8時半から、FM ラハでやりますので、お酒飲みながら、まあ、見たり遊んだりしてるライブもやります。はい、楽しみましょう。はい、はい、楽しむぞ。ね、今流れてるのが、さやの、とある星の物語という代表曲ですね。はい、ボサノバーとノイズとか。そうです、はい。昨年の、アイドル楽曲のグランプリで12位に選ばれた曲です。はい、何千曲の中から12位でございます。すごいですね。はい、ですね。まあ、じゃあさやさん自己紹介しましょうか。今回初めての人のためにも、はい、自己紹介。はい、高校2年生17歳のさやです。ぐらいかな。はい、なんか好きなこととかも言った方がいいですか。あとなんかどういう音楽やってるかとか、そういうのも。あ、音楽はいろん、ノイズとか、まあ一応歌中心にやってるんだけど、ノイズやったり、あと 作詞作曲もやってます。はい、それでね、まあ今半分以上が東京とか、内地で活動してて、はい、まあ半分ね、沖縄いるかいないかってなってますね今。はい、はい、なんか東京が長いですね。長いですね。はい、1ヶ月では。それで、まあこの週終わってからまた、次の週から3週間東京行かなきゃいけないですかね。はい、これ収録ね。そうですね。それ次の週が、19日かには、FM 那覇で初めての公開生放送をやります。はい、天使の時はね、まあ、月2回やったりしてましたけど、まあ、さやになってからちょっと忙しいので月1回ですね。はい、であと全部収録でやります。はい、はい、まあちょっと今までのラジオにないようになんか、まあ、マニアックな感じでいこうかなと思って、音楽もマニアックな感じで流したり、なんか面白いことしていこうかなと思って。まあ許す、公開生放送の時はもうめちゃくちゃやりたいんで、まあ、うん、やりたい。あの那覇さん許してくれだったら、あのね、ロケット花火飛ばしたり、なんか火吹いたり、いろんなことしたいなと思ってます ね。はい、あ、なんか物壊したりとかね、やりたい、うん、ね、弁償しない程度にやりたいなと思ってます。ちょっと楽しそう。はい、でそれで、まあさやがどういうミュージシャンかっていうと、ティンシーという、まあ、琉球音階を作る、沖縄音楽のグループだったんですけど、ちょっと今あの活動休止中で、ソロでも頑張っております。で毎月1回、自主制作の CDR を出して、今年の1月には、全国発売のフルアルバムをリリースされました。はい、でね、あのドミューン出たりですとか、いろんなアイドル36号ですとか、あとブブカという雑誌出たりですとか、まあ、いろんなところで紹介されてて、これはギガノイズというノイズのイベントやったり、はい、あと海外のレーベルからオファーが来て今交渉してたりですとか、はい、まあ、今年は成長の一年となります。頑張るぞ。はい、それでまあ高校生で、ノイズ音楽をやってるなかなかいないということと、まあ、さやの音がすごいいいということで、今いろんな方々とコラボの話が来たりしてまして、先日はあの非常階段インキャパシタンツの T 三河さんと一緒に、はい、ユニットとしてやったりしたりですね、はい、まあ、面白く今進んでおります。共演コラボしましたね。はい、しましたね。で、ティンシーの時はね、頭脳ケースのパンタさんとか共演しましたし、あとさやのそうだとハイノケイジさんとかもねやってますね。はい、宇川直弘さんもそうですし、いろんな、もういろんな方々が今さやとやってくれるという形で、はい、本当に嬉しいなと思ってます。ありがたいですね、本当に。で、ね、でこれ4月12日、まあ、実はあのこの収録は3月末なんですけど、4月よ、8日には牛脳フェスティバルという、まあ、大きいアイドルイベントにも新木場コーストで出てる形ですね。はい、出てる形でどうだったかね、今頃ね、この放送の間に打ち交わすぞって感じですね。はい、そう、あとは5月5日に、大きいまた、ギガアイドルというイベントにも出演すると決まってまして、はい、ね、他にももう夏にもいろんな話が来てるので、ね、うまくやりたいなと。 あと4月14日、那覇の G シェルター、沖縄で今月1回だけのライブ、はい、他は全部東京九州だったんで、4月14日 G シェルターでキノコホテルさんというあの有名なバンドさんと、はい、共演します。共演します。はい、もうキノコホテルさんの方がオファー来てありがたいなと思います。めっちゃ楽しみです。楽しみですね。で、それ5月20日21日があの沖縄では、アイドル甲子園、はい、出演しますね。はい、セントラルと甲子園、どこしかそこ、サイバーボックスで2日間やりますね。はい、
東京だけど、あアイドル甲子園は沖縄、ああそっか、そうそう、あそうだった、うん、そうだよ。で6月23、24が、沖縄の方で、ティンシー活動休止だけど3周年イベントを2日間やります。はい、はい、で、ね、8月には先長いけど生誕祭は東京と沖縄でやるという形ですね。はい、でもこの放送の時にはもう発表されてると思うんですけど、まあ、発表してると思うんですけど、まあさやが本格的に東京進出ももう決まりまして、まあちょっと有名な事務所さんに所属することもなったというね、はい、形ですね。今頃もしかしたらもう発表されてるかもしれません。はい、もうこっちで発表みたいな感じになってるけど、まあ、うん、それで一応まあね、4月中にはその、事務所の名前とかも公表する形で今動いております。はい、はい、楽しみですね。いろんな人を挑戦していくという形ですね。はあ、ドキドキだ、はい、どうなんですかね楽しみだね、楽しみだね、本当にね。それで、はい、まあ本当に今回僕的にいろいろやっぱりラジオを聞いてて、何でしょうね、あのまあ何でしょう、ちょっとジャズだったり、あ、うん、なんでしょう、まあアバンギャルの音楽だったり、そういうのかけるラジオがちょっと沖縄少ないかなと思ったんで、かけましょうここで、うん、いっぱいかけていこうかなと。だから本当にフリージャズからノイズから、まあ、放送事故かと思われるような曲もいっぱいかけると思うんですけど、楽しそう、収録の時はいっぱいそういう面白い音楽をかけようかなと思ってます、はい、ね、でそれさえもね、いろいろこういうのでいろんな音楽を聴くようになってきて、いろんな音楽作れるようになってきて、どうですか、どう、うん、楽しいですよ、やっぱり、ね、あとなんか、うん、なんか今やってる音楽が楽しいかな、うん、かなですね、よかったです。まあ、いろんな音楽ね、あの聴くのが本当にいい部分で、うん、はい、楽しいよみんな、うん、ちょっとマジ入ってなかった、音楽ってすごいよね、すごいですね、いろんなジャンルあるし、奥が深いという、うん、ちょっとなんか話しておいてもらっていいですか、ちょっと音楽は世界を結ぶよあ、じゃあどうしよう、じゃあみーの好きなこと喋ろうかな、うん、ちょっと喋って、好きなこと、うーん、好きな食べ物は梅とかトマトとかチョコとか、うん、スイーツ全般、はい、あと好きなジャン曲、クラシックだったらドゥブッシーとか、うん、いいですね、とか、はい、結構クラシック系が好きです。 OK です。でこれさやがね、あの毎月リリースしてるノイズ環境音楽 CD っていうのがあるんですけど、これあの、アルバムはあの通販だったり全国のタワレコさんとか、でも買えるんです、ディスクユニオンさんとか買えるんですけど、はい、この自主制作の CDR だけは毎月会場に来なきゃ買えないというのがありまして、通販もしてるんですけど、これをちょっと一曲聴こうかなと思ってて、はい、終わりのワルツっていう曲ですね、これさや作曲したピアノ曲なんですけど、はい、ちょっと最近出した曲ですね、これは3月出したやつですね、じゃあちょっとこれかけてみましょうか、どうぞ、ちょっとお待ちを、よいしょ、thank you.
なんか聞いてて鳥肌立ったんだけど、はい、自分の曲なのに、ね、これはすごいいい曲だと思います。なんかさやのいいとか出てるかなと思って聞いてますね、この曲は。はい、みこんな上手に作れたんですね。ちょっと自分で言うの変だけど、そこ上げます。これ一番好きかもしれないです、一番作ってきたこの、本当、あの、毎月の CDR の中で一番好きかな、ね、こういうあのノイズもあればこういう曲も作れるというね、はい、歌も今作ってます。アンビエント、うん、アンビエントですね。ワルツ、ワルツ、ワルツ、アンビエントですね、うん、ね、こういうの毎月あるんで、興味ある方は会場に来てぜひ購入をしていただいてくださいという形です、はい、ちょっとマイクロを開けます。はい、で他にもね、はい、じゃあ次ゴリゴリのノイズをちょっと、これね10分ぐらいで長いんで途中までしか流さないんですけど、沖縄電子というこれも3月にリリースしたノイズのやつですね、はい、はい、これ聞いてみましょうか。どうぞ。Thank you.
でとうございます。はい、ありがとうございます。こちら、めっちゃめっちゃだね。沖縄電子、まあ普段ライブでやってるものを、まあ、音にしたような感じのものでですね、はい、いろいろ、沖縄の波の音ですとか、まあ、とあるヘリコプターのとか、とある演説の音とか、いろんなものが入ってます。ちょっとデモ的な。そうそうそう、デモ的に。そうそうそう、どういうデモかは言えませんが。そうそうそう、はいはいはい、言えないけどね、はい、言えないけど、はい、ね、こういうノイズもやってますし、はい、まあ、今ラジオ聞いた方は事故が起こったのかなと思うぐらいな感じだと思うんですけど、事故じゃないから、はい、このラジオはもう、もうこういうのいっぱい流してきますので、いつ聞いてもなんか変な感じです。まあ、まあ、あの、はい、放送事故なラジオって考えてくれたらいいからもうあと毒電波なんで、まあ、さやは毒づかないんですけど、はい、僕が結構毒づいていろいろ言おうかなと思ってるんで。あ、ダメ出しとかするんですか。いや、あの、まあ、いろんなね、ことをね。どういう毒だ。毒電波ですからね。ちょっと、まあ、言いたいことを言ってこうかなと。あで、責任は全部自分にあるのでという感じですね。なるへそ、はい、まあ、ほどほどに、ほどほどですよ、はい、ほどほどにでございます。まあ、本当に、沖縄というのはラジオがすごい普及しているところなんで、ね、こんなに本当に東京の時はラジオというものがここまで身近じゃなかったんでね、うん、うん、コミュニティラジオというのがすごいいっぱいあるのにまず驚きましたね。はい、そうそう、いっぱいあるよ、うん、まあ、その辺を、まあ、徐々に徐々に話していったりしようかなと思ってますね、はい、いろんな、はい、矛盾点とかそういうものも、あ、はい、こうしたらいいぞみたいなところ、一応ナイチャーの目からこうしたらいいんじゃないかみたいなこともいろいろ話していこうかな。で、沖縄の目からも話すという感じですね。面白そう、はい、まあ、もともと僕が音楽的に坂本龍一さんとかの影響を受けてるんで、まあ、龍一さんも昔ね、沖縄音楽をやった時にいろいろ沖縄にを、内地の目線から見ていろいろ感じるところを書いて、僕やっぱ沖縄住んだ、やっぱりそういうところはすごい、あ、おっしゃる通りで、いまだにそういうものあるなと、うん、まあ、いいところと悪いところいっぱいあるんで、まあ、そういうのもお話していければいいかなと思ってます、うん、はい、ね、悪口じゃないですよ、あの、こうした方がいいと思うよみたいな批判でございますね、はい、めっちゃ今、ま、丸めましたよね。そう、もう超、ね、こうした方がいいよ、超言いたい話あるんだけど、あの、まあ、大した話じゃないんだけどね。います、まあ、今います、今でも、まあ、今度でもいいんだけど、まあ、あの FM 那覇さんはいないんですけど、やっぱ他のね、いろんなコミュニティラジオさんに、自称パーソナリティみたいな人いるわけですよ。あ、で、なるほど、俺パーソナリティだぜみたいに言ってるんですけど、ただのバイトのあんちゃんだったりするんですよ。まあ、安く、まあ、ラジオできるんで、うん、まあ、趣味でそうお金払ってラジオなんですけど、そういう人たちがなんかプロの、うんうん、パーソナリティに名乗ってるのが、うんうん、もうちょっとね、あんまり申し訳ないけど、まあ、音楽的知識とか映画的知識とか学びもせずに、うん、まあ、名乗って電波を飛ばしてるんですね、公共の、うん、うん、どうなのかなと、うん、まあ、ある程度の知識とかそういうやっぱりものを持ってる人とかね、トーク力を持ってる人、僕も全然ね、もっとトーク力を持ってるわけじゃないんですけど、やっぱりその、ね、学ぶ経験とか学んできたものとか実績がある人がやっていった方がやっぱりそういうの活発化するかなと、うん、あとキャラクターがすごい面白いとかね、うん、あと天狗になってんですよ、きっと。そうそう、だからいい年で、ね、そういう、なんでしょう、俺パーソナリティだけどさ、ラジオ出ませんか、イエーイみたいな、チャラいな、バカかお前と、バカかお前はと金もらってねえよみたいな感じですかねちょっと誰か分かんないけど、まあ、うん、分かる、あの AM ラハの人じゃないですよ、はい、はい、どっかのコミュニティ、別の、はい、別のとこですね、はい、はい、まあ なんだお前はみたいな感じでいるんですよね。まあね、本当なんだお前は、そうそうそう、まあ、で楽しくこのラジオは本当にもう、まあ、あれですよ、夜の那覇を暗黒に包むような感じのラジオしたいなと思って、まあ楽しくやりましょう、このラジオは。そうそう、大人にね、大人の方に楽しんでもらえるラジオしようかなと思ってます。だからねおしゃれなフリージャズ流したりもこれからしますので、はい、おしゃれなノイズだったり、はい、あとさやの曲も毎回流します。で一応なんかさやにもこうなんか毒電波をいろいろ聞いてもらって、いろんな勉強をしてもらえればいいかなと、ラジオを通じて、はい、はい、っていう感じです。でね、あの実験なこともあるんで、公開の放送の時はさやがノイズ曲をやったり、その場で、ね、曲を作ったり、そういうこともやっていこうかなと、はい、だからまあ絶対皆さん、あの公開生放送は来ていただいたら損はないようなハプニング、ライブやりますので、はい、でね、放送の時はまあこう曲流したり、いろいろなんかこういうことをやりましょう、はい、はい、楽しく面白くハプニングでもうね、ヨシキみたいにやりますよ、ヨシキみたいに、ヨシキ破壊と破滅ですそうそう、はい、ヨシキは爆発って言葉大好きですからね、うん、爆発か、うん、週末大好きです、週末の爆発、週末ラブです、うん、
なんかメンヘラみたいなの。目標の夜だから、まあ週末といえば週末に近いですしね。ああ、その週末、うん、ああ終わる週末ね。はい、うん、破滅と終末がテーマということにしましょうか、ラジオ、うん、破壊と破滅と、ね、ミーたちが好きな言葉じゃないか、うん、まあね、本当に YOSHIKI さんとかね、昔ラジオ局で火を吹いたりしましたからね。本物ですね、うん、もうね、やっぱり本物になるためにはいろいろ暴れなきゃいけないなと思ってるんで、楽しく暴れればいいかなと思ってます、はい、みんなついてきてね、ね、ついてこいよ、はい。それで、あ、そうそう、今日3月31日なんですけど、次4月、明日か収録がね、はい、そうそう、なんか今聞いた、うちのそういえば死んだ母親の誕生日だと思って、3月31日、ん、初めの死んだ母親の誕生日が3月31日って、今どうしよう、で4月12日がラジオ放送なんで、その日うち誕生日だと思って、なんか重なったと。お誕生日おめでとうございます。どうでもいい話なんですけど、なんか、あ、元気してるかな、はい、はい、それでまあさやとしては今後は、まあ、いっぱい夏まで予定がずっと詰まってるんですけど、なんか話したいことございますか。話したいこと、はい、急に振られると分かんねえな。話したいこと、うん、例えば、例えば、例えば、はい、すいません、4月14日が、まあ、キノコテサライブ、あ、ね、あと他にも女性バンドの方々、沖縄の、方々、紅茶夫婦さん、はい、空間日和さんっていうのかな、あと原ヘルスさん、うん、なんか、あの、初めて対バンする方々ですけど、うんうん、すごいみんな素敵な音楽やってる方なんで、うん、負けないように頑張りましょう。はい、負けないように頑張ります、はい、負けないです。はい、ノイズ音楽やって歌やってって感じですね。はい、はい、本当にいろんなものが今動いてますので、ぜひ興味ある方はライブを見に来ていただくのと、ツイッターで沖縄電子少女さやを、フォローしてください、はい、毎日更新してますので情報があります、はいはい、毎日やってるよ、はい、全ての責任は、運営の私にあるので、クレームは始め、沖縄電子少女さや&ティンシー運営の始めに文句言ってくれればいつでも大丈夫なので、さや、はい、には文句言わないで私に言ってくださいという感じですね。はい、まあ、とりあえず、まあ、このラジオも、多分期間限定になると思うんですね。半年ぐらいの期間でやると思いますので、はい、それまで面白いことをいっぱいやっていきたいので、はい、まあ、これから毎週木曜日の夜10時半、今回ちょっとね急遽、収録決まったので、うん、ちょっともう少し、構想を練っておしゃれな音楽をいっぱいかけて、おしゃれかどうかわからないけど、まあ、ね、面白おかしい感じの、そうそう、夜寝る前にね、はい、なんか素敵な眠りについていただくか、もしくは眠れなくなるか、どっちかのことをやりますので、うん、まあ、怖いもの見たさというか、怖いもの聞きたさで聞いていただければありがたいかなと思います、うんうん、はい、他は何かございますか。す、他、はい、例えば例えば例えば、はい、例えば例えば、うん、うん、大きい沖縄電子少女さやをよろしくこんな感じですね、くらいしか出ないんだけどな、はい、まあまあまあ、みんな楽しくラジオ聞いてね、うん、本当に楽しくやりますので、うん、楽しんだもの勝ちだぞ、はい、毒も出る楽しさでございます。はい、はい、まあ、はっちゃけなきゃ、うん、ね、はっちゃけなきゃ損ですよ。そうだよ、損だよまあちょっとうまくこっちも、内容をもうちょっと練り合わせて、うん、次は4月の、はい、19日、あれ、どこ見てるんですか、カレンダーあるのか。4月19日で、ね、こちら公開になるので、いつもは10時半なんですが、8時半から、9時まで、公開の放送、その後ライブをちょっとやって、いろいろ物販をやってという形になります、はい、で1000円でワンドリンク、つきますので、ぜひちょっとね興味ある方遊び来ていただいてね、はい、ティンシーのラジオを聞いてティンシーファンの方も引き続き来てほしいなと思います。はい、はい、まあ、とりあえず面白いこといっぱいやってきますので、はい、よろしくお願いします。よろしく、はい、お願いね。じゃあ皆さんがいい週末になるように最後にこの曲を聴ながら帰りましょう、終わりましょうか。週末、いい週末ということで、はい、どの曲だ。この曲でございます。どうぞ。あれ、待ってください。まだお待ち。題名は何ですか。暗い日曜日です。ああ、
まあいい週末を過ごしてね、はい、暗い日曜日皆さん過ごしてください。呪いかかからない、かかんないでよ。なんかみーパワー込めて歌っちゃったのか、歌ってたかもね、ごめんね、なんかかからない。じゃあアルバムの1曲目の明るいちゃんちゃかちゃんで終わりましょう。はい、じゃあさやさん最後に一言お願いします。はい、暗い日曜日かかんなかったからちょっとこれオープニングのアルバムの曲です。はい、今週1回目聞いてくれた方ありがとうございました。また来週聞いてくね、聞いてね、じゃあねー。